木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、この大根を2本使って今日はご飯食べたいと思います。何を食べるか楽しみにしててください。じゃあ作ってみます。じゃあまずはこちらの大根をすります。あ、手がめっちゃ疲れます。頑張れ。ちょっと下がめっちゃ滑りますね。で、こういう時はですね、じゃん、こうやってね、布を下に敷いたら滑らないんですね。あ、いい感じです。じゃん、擦れました。するとちっちゃくなっちゃいますね。でも1本分が入ってます。で、ここにこの焼肉の生だれ、じゃんを入れます。あ、かき氷みたい。じゃーん、この豚肉と大根おろしを一緒に食べます。今日も山盛りご飯も用意してます。おー、いい音。わー、焦げがついとっておいしそう。じゃーん、この豚肉をこの焼肉のタレとおろしのやつで食べます。焼肉のタレがちょっと甘くて大根おろしとよく合っとる。ちっちゃいのも焼こう。豚肉美味しいよね。豚肉大好き。なんか牛肉って値段によって全然味が違うけど、豚肉は結構安くても美味しい気がする。うん、焼肉のタレと豚肉が合う。大根おろしのとぎ汁ってみりんですよ、知ってました？あとなんか蜂蜜入れて飲むとかにも安いです。じゃあ、なんかね、私のね、部屋ね、土曜日になると騒音がするんよ。めっちゃ嫌なんやけど。じゃあそのね、その騒音がさ、重低音だけね、聞こえてくるところになんか、なんか多分音楽流しとるのね、ズンズンズンって聞こえてきて、でそれがね、多分ね、土曜日なんやね、絶対必ず。でここ最近聞こえんなと思っとって、昨日久しぶりに聞こえたんよ。で昨日ってね、結構あったかかったと、窓開けとったんかなと思って、窓開けてさ、でっかい音楽を鳴らしてさ、めっちゃ迷惑で、夜中の1時ぐらい前になっとったけね、すっごい迷惑。隣の部屋とかじゃないんですよ。でも分からんの、重低音だからどこから聞こえとるかが分からんくって、多分ドンドンっていう音とかだったら、あ、上から、こっちから、こっち下からとか分かると思うんやけど、重低音って多分どこから聞こえとるか分からんのよね。めっちゃ厄介。なんか重低音って窓開けると聞こえんのよね、あんまり。重低音っていうか、その音楽、なんか普通に窓開けると風とかの音でそんなに聞こえないけど、こう窓閉めて風とかの音を全部遮断した状態だと重低音だけ聞こえてくるから、
すごい不快なんよね。騒音問題大変よね、本当に。どうにかしてほしい。私結構脂っこいの好きなんやけど、この大根とかで食べるとね、脂がそこまで得意じゃない人でもさっぱり食べれるよね。ちょっと種をかかりました。美味しい。でもタレめっちゃ美味しいです。大根おろしと焼肉のタレ合わせるの最高。それとこの脂っこい豚肉がめちゃくちゃ合う。油を飛んだ。どうです。うぃ。ああ、最後の一枚だ。大根おろしめっちゃ美味しい。普通にこれだけでも美味しい。最後のお肉です。最後のお肉一口です。もう大根おろしおかずにいけます。もうスプーンで食べよう。完食です。ごちそうさまでした。大根おろしと焼肉のタレで食べる豚肉めっちゃ美味しかったです。大根おろしをね、全部するのはちょっと大変なんですけど、そこは頑張りたいところですね。多分フードプロセッサーでやるよりも自分でこうやってすった方が美味しいと思います。で、なんか大根おろしって男性がするより女性がすった方が甘く仕上がるんですって。で、なぜかっていうと、男性はこう力が強いから大根おろしをガーってするけど、女性は力が弱いからこう大根おろしを優しくするから、なんかそういう甘い感じに仕上がるって言われてたりもするそうです。本当かどうかちょっとよくわからないです。でとっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。じゃあ皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンスしっかり対策して平和の世の中を楽しみましょう。バイバーイ。